4月に入り、サントリーと日華のウイスキーにて、ついに大幅な値上げが実施されてしまいました。今回は値上げ後のアマゾンでの売れ筋人気ランキングを見ていきたいと思います。そして後半では、以前に集計した値上げする前の売れ筋ランキングと値上げ後のランキングと見比べて比較していきたいと思います。それでは早速、値上げ後のランキングから見ていってみましょう。注目ボトルは概要欄に購入リンクを貼っておきますので、動画を見終わったらぜひ価格をチェックしに行ってみてください。第10位、山崎十二年。まさか山崎十二年がこんなに早く登場してしまうとは思いませんでした。先日値上げ前に集計した楽天側のランキングでは3位だったため、冒頭からかなり波乱の予感がしてきましたね。人気が落ちてきたということは、在庫が増えて販売されているところを見かける機会が増えるということでしょうか。在庫が増えてそのままプレミア価格が落ちてくれることを願うばかりですね。第14位、セッション。セッションは最近話題になることも多いボトルの一つですね。セッションには旧竹鶴と同様に、余市と宮城京都レンネビス蒸留所の原酒が使用されているとウイスキー愛好家の間では言われており、旧竹鶴が生産中止となり、新竹鶴も非常に入手困難となっているため、その味わいを求めてセッションの人気が上がってきているようですね。セッションは今回の値上げ対象の銘柄であり、440円の上昇で5000円近い価格になってしまったのは痛いですね。第13位、友内プレミアム。こちらは桜尾蒸留所から販売されているブレンデッドジャパニーズウイスキーとなります。ジャパニーズウイスキーなのにもかかわらず2970円で購入できるというのはとても安いですね。ジャパニーズウイスキーが軒並み値上げをしている中で、この価格でまだジャパニーズウイスキーが飲めるというのは、順位が上がってきている理由がわかりますね。サントリーや日華などの大手がたくさんランクインしている中に、桜尾蒸留所のウイスキーが13位にランクインしているというのはすごいですね。第12位、山崎ノンエイジ。山崎十二年に続き、山崎ノンエイジもこんなに早くランキングに登場してしまいました。山崎ノンエイジが10位以内に入れなかったのは今までの集計で初めてかもしれないですね。やはりこちらも値上げにより順位が下がってきていると言えるかもしれませんね。確かに値上げ価格にプラスしてさらにプレミア価格が乗ってしまっており、以前の価格よりもかなり高い状況のため、今まで購入していた方々ももしかしたら他のボトルに流れてしまっているのかもしれないですね。第11位、オールド。オールドも上位酒としては人気のボトルですね。角瓶よりもワンランク上の価格となり、角瓶よりも少しリッチ感を味わいたい時に最適ですね。こちらも今回の値上がりは回避できたボトルであるため、最近はこういった比較的に上位酒として購入できるくらいの価格のボトルが人気が上がってきているようにも感じられますね。第10位、ブラック日華スペシャル。ブラック日華が10位にランクインですね。こちらのボトルも今回の値上がり対象となりますが、値上がり額が154円とそこまで高くなかったため、他の値上がりボトルと比較すると買い控えが起こるほどではなく、むしろ他のボトルからこちらのボトルに乗り換えている方々が増加してきているのかもしれないですね。第9位、ロイヤルスリムボトル。サントリーの高級ボトルが値上げしてしまった中で、
ロイヤルに関しては今回の値上げの対象外であるため人気が上がってきているのかもしれないですね。ロイヤルは響の次に高級志向のブレンデッドウイスキーであるため、響が大幅に値上げをしてしまったことによりロイヤルに乗り換えた人が増加したのかもしれないですね。ロイヤルはロックでもハイボールでも美味しいため一本は買っておきたいボトルですね。第8位、宮城郷。宮城郷が8位というのはかなり意外でした。こちらのボトルはシングルモルトの中ではプレミア価格がつきにくいボトルであるため、ネットショップでの購入が伸びたのかもしれないですね。意外に酒屋さんやデパートでも宮城郷を見かけることが少ないんですよね。プレミア価格も低く、探しても見つけにくく、シングルモルトとなると順位が高い理由もうなずけますね。第7位、青。以前はもっと低いイメージでしたが、もう少しでトップ5にランクインしそうでしたね。青も今回の値上げで 1.2 倍の6600円となっていて、1100円も値上げをしているのですが、順位を上げているのは驚きですね。その分他の今まで人気だった銘柄が落ちてきているということですね。第6位、下。さまざまなランキングで上位を常にキープしていた下が6位まで順位を落としていますね。ついにトップ3から陥落となってしまいました。下は今回の値上げで 1.5 倍の6600円になってしまっているため、以前の山崎ノンエイジや響ジャパニーズハーモニーの価格よりも高い価格になってしまっていますね。そう考えるとかなり驚きですね。チタは飲みやすく上位酒にしている方も多いため、値上げをしても購入したい方はたくさんいそうですね。第5位、響ジャパニーズハーモニー。やっぱり響は強いですね。大幅に値上げをしたにもかかわらずトップ5に入っていました。この先さらに値上げをしてしまいそうなくらい、まだまだ響は人気が高いですよね。やはり響は高級ブレンデッドウイスキーの代表的なボトルであるため、値上がりをしたとしても飲みたい人はたくさんいるみたいですね。普通に酒屋さんを回っていても売っているところを見ることすらないため、確実に売っているネットショップでの人気が高いのかもしれないですね。第4位、シングルモルト富士。キリンから販売されている富士シリーズのシングルモルトがかなり上位にランクインしていますね。キリンのウイスキーは今のところ値上げの発表が全然ないため、キリンファンの方々も安心して飲めるのかもしれないですね。サントリーや日課のシングルモルトは7000円以上になってしまったので、シングルモルトが5000円台で飲めるというのはかなり嬉しいですね。第3位、ブラック日課ディープブレンド。こちらのボトルは今回の値上げではそこまで大幅には上昇していなかったため、かなり順位を上げていますね。1000円台で購入できるボトルの中でここまで順位が高いというのはかなり意外でした。高額ボトルの価格が軒並み 1.5 倍近く上昇してしまっているため、低価格ボトルの人気が上昇する時代が確実に来ていますね。やはりブラック日課ディープブレンドの人気は根強いものがありますね。第2位、白州ノンエイジ。大幅に値上げされたにもかかわらず白州が2位となりました。値上げ前でも白州は常に上位でしたが、やはり白州は大人気ですね。値上げ前は白州よりも山崎の方が上位に来ているイメージでしたが、白州は山崎よりもプレミア価格が低いため、今回は白州の方が順位が高かったのかもしれないですね。値上げしてもトップ3以内を
保っているというのは、改めて白州はすごいボトルですね。第一、イチローズマルト、ホワイトラベル、サントリーやニッパ、キリンなど大手のウイスキーが数ある中で、ベンチャーウイスキーのイチローズマルト、ホワイトラベルが1位となりました。以前にもネットショップのランキング動画を作成しましたが、1位になることはなかったと思います。サントリーや日課の大幅値上げに伴って、それ以外のメーカーのウイスキーが人気が高まってきているのかもしれないですね。そこまで高級ボトルというほどでもなく、その割にデパートや酒屋さんでも売っていないことが多いため、交通費や探している時間を考えると、Amazon で購入する人が多いのかもしれないですね。ストック分も購入して複数購入する人も多いと思いますので、購入制限のないネットショップは便利なのかもしれないですね。イチローズマルトというネームバリューもあり、上位種にしている人も多く、常にストックを買っておきたいボトルですね。私も大好きです。今回のランキングはかなり変動していて驚きましたね。わかりやすく値上げされたボトルの順位が下がっていました。その代わりに、今回値上がりがなかったシングルモルト、富士やイチローズモルト、ホワイトラベルなどのキリンやベンチャーウイスキーの人気ボトルがかなり順位を上げてきていますね。今回は各瓶がランクインしていませんが、700ml ではなく 1920ml などの大容量ボトルがたくさんランクインしている感じでした。他のウイスキーが値上がりした分、各瓶のような大容量ボトルが販売されている銘柄はお得に購入する傾向になっているのかもしれないですね。前回のランキングはこちらになります。下、各州は毎回ランキング上位でしたね。ラインナップ自体はあまり変化はありませんが、順位が大きく変わっていますね。今回一番驚いたのは、山崎の順位がかなり落ちているというところですね。楽天のランキングでも山崎は常に上位でしたので、10位にも入らなかったというのは驚きですね。また前回1位だったチタが値上げ後のランキングでは6位というのもびっくりしました。チタも常に上位のイメージでしたので、値段というのは人気にもかなり影響してきてしまいますね。 Amazon の人気ランキングは更新間隔が狭いため、見るたびに順位が変わっていたりしますが、今回は値上げ後の4月の第1週が終わった後の状態を集計させていただきました。1ヶ月、半年と期間が経過すると、さらに値上げされたボトルにも変化が出てくると思いますので、今後も定期的に調査をしていきたいと思います。今回の順位に関しまして、ご意見をぜひお聞かせください。皆様のコメントをいつも楽しく読ませていただいております。毎週こういったウイスキーに関する情報動画を配信していますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。